こんにちは、柴田です。今回はエピフォンの1961年レスポールカスタムリーシューモデルのレビューです。そのギターはこちらです。レスポールカスタムです。じゃん。んというふうな感じかもしれませんが、SG ですよね、もう形ね。これがですね、レスポールカスタムなんですよ。ロッドにもですね、レスポールカスタムとこういった記載がございまして、こちらにもレスポールカスタムと記載されております。どういうことというふうな感じなんですけれども、レスポールカスタムというとこのブラックビューティー、真っ先に思い浮かべるのはこれですよね。なぜこの SG シェイプがレスポールかというと、実は1961年当時はですね、このシェイプのものもレスポールという名義でですね、発売されておりました。ですが創業者のレスポールさんが、これレスポールじゃないじゃないのと。これはレスポールっていう名前じゃないのにしてよみたいな感じで、改名されてソリッドギター SG という風な名前になったそうです。なので SG のシェイプをしたレスポールカスタムという名義のものが数年間ですね、発売されていたということで、1961年当時ですからね、今となってはめちゃめちゃ高額になっております。それのね、リーシューモデルということで、このエピフォンのモデルは割とね、お安く手に入れることができます。でもね、この価格の割にはしっかりした作りになっておりまして、これはね、2008年製のものなんですけど、近年のエピフォンのレスポールはね、結構軽いんですが、これね、ずしっとしてます。そしてね、ネックも重いんで、ちょっとヘッド落ちがね、懸念はされますけど、しっかりしてるんで、見た目の通りね、結構ね、触ってからも高級感があります。ネックはね、薄めでテーパー気味になっておりまして、ちょっとね、幅広な感じがします。ペグはグローバーがついておりまして、非常にスムーズです。しかも、ゴールドパーツと。従来の SG との大きな違いはこれですね。ピックアップがハム3つ。なのでソリッドギター SG とはですね、ちょっと違う感じのサウンドをイメージしてもらった方がいいかもしれないです。つまみは4つついておりまして、どういう風になっているかというと、ボリューム、ボリューム、ボリューム、トーン。リアのボリューム、センターのボリューム、そしてフロントのボリュームという風になっております。ピックアップが3つついているんですが、トグルのスイッチもね、3ウェイなんですよ。通常ピックアップが3つついているストラトは5ウェイのスイッチになっております。これはね、3ウェイなんで、どういう風になっているかというと、ボリュームがですね、一個一個分離されてるんですよ。どういうことかというと、例えば一番下、リア側にしておくと、リアとセンターが行きます。なのでボリュームをフルにしていると、センターとリアが両方なっていると。リアだけにしたい場合は、センターのボリュームを絞らなければいけないです。逆にフロント側にすると、フロントとセンターが鳴ります。なのでフロントだけを鳴らしたい場合は、これまたセンターのボリュームをゼロにしなければいけないと。そしてセンターにすると、すべてのボリュームが生きると。なのでセンターの音だけ鳴らしたい場合は、センターのボリュームを上げて、リアとフロントのボリュームを下げる。そういった感じで、ここのボリュームでコントロールしていきます。どんな感じになってるのか、ちょっと音鳴らしてみますね。今、ボリュームは全て絞っている状態で、リア、センター、フロントのボリュームになっております。で、トグルスイッチを一番下げている状態。今は生音ですね。で、ここ上げていくと、リアが鳴ります。センターも生きているんで、今センターとリア両方なっております。リア絞ります。今センターのみです。でセンターを絞ってリアを上げると、という風な感じになっていて、センターにすると全部が生きるんですよね。全てをフルにしてみましょう。今3つとも鳴っている状態です。でリアを絞るとセンターも絞ってみましょう。現在フロントのみです。というふうな感じで全てのボリュームが分離されているので、どのピックアップをどれぐらい出力したいかっていうのを調整できるようになっております。便利っちゃ便利ですけど、瞬時に切り替えができないっていうのはちょっと難点でもあるかもしれないですね。というふうな感じで、リア、センター、フロントを一個一個ね、こう切り替えることができなくて、ボリュームを調整しながらやらなければいけないです。レコーディングでは全然いいかと思うんですけれども、ライブの時のとっさの切り替えっていうのは、ちょっと難しいかなというところですかね。それではこの後、LINE で音を鳴らしていきます。